はいどうも。今回も白緑猫を使ってきます。まあキープかな。手つかずの領土が多すぎて微妙ですが。メイン脅迫ですか。合コン不要なら落とされてもまあいいかな。聖なる猫を出します。航路の作成ワンディスあるのでそんな強くはない。とりあえずアタック1点ドレインします。そして誇り高き君主を出します。こいつは猫の中でも単体で強い。基地の勇者、今使ってるカードだとギフトデッキっぽく見えますね。土地を2枚捨て、航路といい、だいぶフラットしてたみたいです。死肉アサリの地セット。ギフト相手ならこの土地だけで勝てるんですけどね。4-3を盤面に追加します。うろつくヘビ用。生物デッキでもたまに見る本質の産卵をナチュラルに対策できてます。特例するより攻撃参加で。殴れなくなったら特例し出します。赤相手ならまた別。両方通って5点パンチ、相手残り14。豪華の王、ゴンケ。メインに全体除去増やしたので、その辺引かれると困る。とはえ2枚引いてるから残ってるのは勲章1枚だけかな。微妙に色まな足りなかったので引けて嬉しいです。ヘビ猫だけアタック。ゴンキと相打ちしたい。無事相打ち、でもアドソンなので微妙。テンガな襲撃者を追加します。修正つかないと、いちいちじゃあんまり強くない猫。力べの神、アドソンしてる状況でそんなやつ出されると困る。エンド時に特例で猫出します。土地はもういらないっす。墓地追放できるけど本体の55だけで十分困る。殴ってくれ。よし。一匹釣られるけど放置もできないので追放します。トークンチャンプで茶を濁した方が良かったかな。
英語圏の顔文字は横向いてるんですよね。スタックでゴンゲソ勢。髪は処理できたけど、十分アド持ってかれました。次アジャに引くぐらいじゃないと厳しそう。髪を追放、土地に変えます。金属ミミック、そんなもの入れてるの？って思ったけど、あれ私のですね。そして指定は猫、なぜに？土地ドローか。殴れもしないし、君主でトークン出して頑張るしかない。過酷な精査。1マナ半デス好きですね。戦術はボトムです。威厳あるカラカル。あれも私の、私より猫デッキしてるんですが相手。エンドに特例します。土地をサイクリング。ぐぬぬ。仕方なし、エンドします。ジェンスルーはさすがにできないですね。ゴンティだけ打ち取る感じでブロック。おや、襲撃者は残してくれたみたい。44になるのを嫌がったようです。そうじゃなくて人質に取りたかっただけか。奪うのは君主の方か。コーナーやあとはラスを引くしかないです。ナイストップデッキ。早速撃ってしまいます。勲章。全体除去して11点回復。墓地追放を構えてエンドします。相手に勇者がありますが、追放はこちらの普通用打ってからかな。アド取られることにはなるけど、リソース例では戦えません。おっと、手札からスカラベ。それで歯墓地から普通用を打って、回収した後に墓地を追放します。これでアドで言うと逆転。ただスカラベが残ってるので、対策引かないとあれだけで負けます。勇者を盤面追加。この場での勇者は強いです。生物落とすだけでアド取れる。よりにもよって人質取りか。こうなると先に墓地追放使わないとダメかな。大最悪で手札破壊。ハンデスいろいろ入ってますね。ミミックが一匹持ってかれました。神パンチで5点、残り22。まずは金属ミミック。もちろん猫指定。
そして襲撃者。スタックでミミックをプッシュ。除去されて襲撃者着地。相手8マナあるし、しょうがなく墓地追放します。これで追放除去費しかなくなりました。2体パンチ。墓地に落ちるわけにはいかないのでスルー。再起ある霊気体。クロッツ追加厳しいです。とりあえず土地サイクル。君主を出します。なんとか君主の出すトークンで粘りたい。三体パンチ。やっぱり墓地に生物落とすわけにいかないので、全スルー。霊気体2枚目。土地引きが悲しい。霊気体だけでパンチ。そろそろ全スルーはできないかな。君主能力起動してトークン生成。トークンで1体だけブロックします。差し引き1点くらって残り5。2ドロー強いっす。霊気体3体目増えますなぁ。こっちの引きがダメすぎる。もう1ターンは耐えれるかな。霊気体だけアタック。残骸の漂着ケアですかね。トークンで1体ブロックします。3点くらって残り2。また土地ですか。君主特例でもう1ターンだけなら耐えれるはず。脅迫で何もないのバレました。プッシュで襲撃者除去。フルアタック。まずは特例でトークン生成。でかいもの順にできるだけブロック。残り1で生きてます。襲撃者取られました。最後まで土地引きだった。投了します。サイドに行きましょう。
さて、サイドです。漂着は漂白での前方確認で落とされるのでアウトします。後根が効きづらそうなのでアウト。代わりに勲章1枚増やします。神対策で戦乱の束縛を引。除去多いし、ハンデスされるので騎士鮮明アウト。人質取りなどの対策に顕在的防御2枚イン。形成士の聖域も4に増やします。さらに除去対策、英雄的介入を追加。長引いたら勲章とコンボするかも。除去対策多すぎると思い、聖域アッパさんのままにします。聖なる猫が強い組み合わせじゃないので減らします。さらにもう1枚減量。最後に猫蛇減らして60枚。これで2本目いきます。良い感じ、キープ。ラス5からプレインズウォーカーにつなげれそうです。土地置いてエンドします。相手もタップインエンド。それで派襲撃者からスタートします。生物班です。こちらにはいい感じに生物ありません。戦術はボトム。そして引く生物。とりあえず殴ります。2点パンチ。聖なる猫を盤面に追加。霊気体が出てきました。あれだけで止められちゃいました。形成士の聖域を張ります。そしてエンド。ゴンチですか。この対決だとあいつ強いです。確実にアド取っていきます。こうなると追放が全体破壊不能だったりするので、勲章撃つタイミング気をつけないと。次アジャニのためにタップイン。構えてエンド。基地の勇者、どうぞ。土地と霊気体を捨てました。霊気体とゴンチでパンチ。2匹で霊気体を打ち取ります。猫に引き合い打ち、1点通って残り19。ラス5はまだ打ちません。このターンは普及と永遠します。442段攻撃を生成。さらに11ハンコンを生成。束縛を追放してたみたいですね。聖域が取られました。
板歩きの刑で44が除去されました。2体パンチ、アジェに出した後のブロッカー立てておきたいのでスルーします。不当のアジェにプラス起動、3枚ドロー、うまい。なんかこれだけで勝てそうです。束縛をすでに使ってくれてるのもありがたい。勇者2体目、怪盗作探しですかね。アジャ2で追放されるからか、鍵が捨てられました。3点ドレインでトークン除去。アジャ2に4点パンチ、とりあえずプラス起動、1ドローしました。それで歯温存してた勲章を打ちます。勇者永遠が嫌だったので考えましたけど、やっぱ今流すのが良いですね。勇者が永遠か。4ドローにディス能力誘発。土地2枚ディスカード。まずはプラス起動でアドゲット。ミミック取ります。金属ミミックを展開。もう1個ミミック展開。さらに襲撃者キャスト。防御構えてエンドします。人質取り。対象は襲撃者。デハスタックで顕在的防御を打ちます。さらにスタックでプッシュ、襲撃者が除去されました。勇者でアジャに攻撃、スルーしました。こちらのターン、まずアジャにプラス、カラカルゲット。君主を展開します。防御構えできるのでもう一匹追加。アドはアジャ2が取る。マナ増やしでサイクル土地セットしてエンド。人質取り2体目。対象はミミック。何対象でも防御打ちます。スタック顕在的防御。何回目かの起動、アド取りまくりですね。しかし全部土地で外れ。まあ土地引きを回避したのでいいか。威厳あるカラカルを盤面に。本質の散乱されました。君主一体だけアタック。フルブロック？
ではダメージ前にもう一匹の君子とくれー。一方的に2体打ち取りました。特例能力見てなかったみたい。っていうか三々半根2体出るだけでも十分強いですね。ここで投了されました。サイドに行きましょう。さて、サイドですが、本質の産卵を見たので猫蛇戻します。やっぱ聖なる猫が強い対決じゃないので全アウト。でも全部はやりすぎな気がする。壁として十分仕事してたような。そしてなぜかビッチャオイン。ゴンティで取られた束縛を相手が自分で打ったと勘違いしてますね。まあサイクリングついてるから大丈夫かな。後手、白マナがない怪しい初手。マリガンします。2色あるしキープ。生物いないのはご愛嬌。ダブマリはしたくないし、死肉アサリの血は4マナ目が欲しいのでトップのままで。お互い1ターン目は土地セットのみ。相手2ターン目も土地セットのみ。ミミック引いたので出します。通りました。挙動が怪しいので本質の産卵持ってるかも。プッシュで除去されました。基地の勇者が出てきます。プッシュと勇者2枚目をディスカード。こちらは土地を置いてエンドします。勇者アタックで2点もらいます。引いたミミックをキャストします。今度は産卵されました。まあ防御見てますもんね。勇者アタックで2点。相手追加のクロックがない。除去ハンドかな。エンドに土地サイクル。3度目の勇者アタック。残り14です。霊気体が盤面に追加されます。エンドに勇者を追放しましょう。土地引けたらアジャミを出してプラス起動したい。まあこいつでもいいか。威厳あるカラカルをキャスト。カウンターないようで通りました。人質取り。やばい、土地引けないとそのままゲームが決まりそう。霊気アタックはスルーします。なんとか土地ゲットできました。アジャに展開して人質取りを追放します。これで逆に盤面がかなり有利になりました。4点ドレインパンチ。脅迫、どうぞ。潜在的防御ディスカード。
まあ実写の対象ありませんものね。ブラスカの侮辱でアジャに追放。とりあえずサイクリングします。いるようないらないような。勇者永遠でのアドを防ぐために墓地を追放します。全体プラス砂漠は使うので取っとく。ゲロイ、人質取りが出てきました。カラカルが追放されます。霊気体、打ち取っておきます。ナイストップ。早速人質取りを追放します。帰ってきてトークン増えます。4点ドレインパンチ、さっきも見たな。これレイキ隊が出てきました。相手手札ないですね。リソースないうちに勝負取りに行きます。シェフェトの砂丘を起動、全体プラ1修正。33になったトークン4体で殴ります。今度は素のままでトークンだけでアタックします。一体倒され、差し引き4点ドレイン。さらに盤面に猫ヘビ追加。GG コール来ましたね。グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。聖域は仕事してないように見えて、相手がサイドから除去増やすってのを躊躇させてるような気がします。一回聖域見せずに全サイドアウトしたことありましたが、その時は相手の除去の嵐にボコにされました。このデッキでリーグ回したら3-2でした。落とした2本は両方エネルギーデッキです。ラスを減らしすぎましたかね。ていうか高根普通用弱い。いや、普通用はそこそこなんですが、高根が弱いです。巻きつきヘビ入ってるタイプだと大きくなると思いきや、プラ1置かれないとドイツもパワー2ばっかり。範囲に入らず除去できません。残骸の漂着と勲章を素直に足した方が良いかな。それでは今回はこんなもんで、また次回。ご視聴ありがとうございました。